始まるよ。皆さんはじめまして、第1回日本パーカーライジング広島工場セーフティーファシリティーズ事業部の動画が始まります。第1回目の今回は、うちの標識の工場がある広島市南区の出島に来ています。目の前には広島港が広がっています。はい、あれがうちの工場ですね。ところで今回はうちのチャンネルのメインキャラクターであるサシ太郎くんとここで待ち合わせをしてるんですけど、姿がちょっと見えませんね。どこにいるのかな。うわびっくりした。まぶしい。標識かと思って気づきませんでした。本当にびっくりしました。ところでサシ太郎くん、今日なんでここで待ち合わせたか分かってますか？サシ太郎くんにはこれから始める動画チャンネルのメインキャラクターとして頑張ってもらおうと思ってるつもりなんですけど、いかがでしょうか？もちろん動画標識に関する情報発信や疑問を解決したり、標識の制作や設計設置までもやっている日本パーカーライジング広島工場セーフティーファシリティーズ事業部ならではのことを皆さんに知ってもらうのを目的としたチャンネルだよね。そうです。今日はこれから一緒に動画を作っていこうと思ってるんで、どうぞよろしくお願いします。頑張ろうね。では早速ですけど、今日のテーマは標識番号215、その他の危険のその他とは何なのかを検証していきたいと思います。標識番号215といえばサシ太郎くんの顔の標識ですね。そうだね、27種類ある警戒標識の一つだね。普通は交差点ありとかカーブ注意とかの注意すべき警戒事項を表すんだけど、僕の顔のその他の危険は唯一普通では分類できない注意事項を表す標識だから、何の危険なのかは道路によって違うんだよ。確かにあんまり見かけない標識ですもんね。そうなんだよね、広島にも数箇所しか設置されてないからね。どうやらですね、この近くにもその標識が設置されているところがあるらしいので、早速一緒に行って検証してみましょうか。あ、そうなんだね。じゃあ行ってみようか。はい、せーの、ジャンプジャンプジャンプ。やったかも。大丈夫ですか？大丈夫。普段あんまり動かないから運動不足なんだよね。ちなみに僕の短所は強い風が吹くと倒れそうになること、長所は車のライトが当たると光が来た方向に反射することだよ。シャキン。さあ、というわけでですね、215の設置してある場所にやってきました。そこはスルーなんだ。ここは広島市の南区にある元氏名公園入り口。海が綺麗で静かなところです。あれ、サシ太郎くんが2人？いや、2機。こっちが僕だよ、こっちこっち。あ、知ってますよ、人間の方ですね。ああ、それ言っちゃうんだ。さて、これがその他の危険警戒標識215ですね。反射シートは、高輝度反射ですね。サシ太郎くんの顔の反射シートは何なんですか？僕の顔も高輝度反射シートだよ。もちろん本物の警戒標識と同じもんだよ。特徴としては再帰性反射といって、光が来た方向に光を反射させることができるんだ。ええ、知ってますよ。さっきそう言ってましたもんね。聞いてたんだ。聞いてたっていうか、まあ私も標識メーカーの営業マンですから見ればそれぐらいわかりますけど。まあそうだけど。嘘ですよ、ちゃんと聞いてましたよ。よかった、ありがとう。何言ってんですか、サシ太郎くんあってのびっくりサシ太郎 TV じゃないですか。サシ太郎くん会社でも結構人気者ですもんね。いや、とまあ冗談はさておき、この215は何の危険を警戒させたいのか、この場所ではいまいち判断できませんね。注意の補助標識がついてますね。夜は立ち入り禁止。警戒標識は危険箇所からだいたいその手前50メーターから200メーターに設置するから、先に行ってみると何かわかるかもしれないよ。ああ、じゃあ先に行ってみましょうか。歩いてみよう。Thank you.
大体50メートルから200メートルくらいまで歩いてきましたけど、今のところ特にこれといったものがないですね。そうだね。まあ原因っぽいのを見ると道が曲がりくねってたり、車の量が結構多かったり、まあ街灯もなかったりっていう感じかな。もしかしてお化けが出るとか、そのための警戒標識だったりして。お化けだったら怖いんですけどね。都市伝説とかでは結構あるんですけど、多分それはないと思いますね。道路管理者が安全な通行のために道路標識を設置するわけですからね。ここだと区役所がお化けを理由に設置するってことになりますから、あんまりそれはないと思うんですよね。あれ、佐々木くん、後ろ後ろ。何？お化け？いや、佐々木くんの顔の後ろがどうなってるかちょっと気になったんで。ダメダメ、後ろは取らないで、企業秘密だから。意外と人間っぽいんですね。可愛いですね。またそういうこと言う？というわけで、また広島港近くに帰ってきました。その他の危険のその他を検証する。今回の元宇品公園の場合は、進んでみると思ったより狭いし、歩道もない道だということが分かりました。そうだね、桜の咲く頃にはお花見の歩行者も多く歩くみたいだよ。はい、そこで道路管理者である区役所に聞いてみました。先輩が。先輩が？分かったの？はい、回答をいただけたそうです。で、答えは分かりませんでした。分かんなかったの？はい、不明でした。なんで？設置された頃は多分30年くらい前だと思うんですけど、その頃の記憶がもうないそうです。ただ我々が推測した通り、複合的な注意すべきことがあるため、その他の危険として設置されたんじゃないかとおっしゃってたそうです。なるほど。僕の顔警戒標識認知後はそういった場合でも設置されることがあるんだね。ていうか、佐々木太郎くんは自分の顔のことは知っとかなきゃいけないんじゃないですか？では今日の結論。はい、なんか無理やり締めようとしてません？広島市南区元宇品にある警戒標識その他の危険215は、複合的な危険を回避するため警戒して通行することを目的としていた。警戒標識215がある道路はいろんなことに注意して通行した方が良さそうです。その通り。最後にクイズです。動画の最後に答えを出すので最後まで見てね。標識板は反射シートが使われてるから車のライトで光るんだ。そして反射シートの種類によって、明るさが変わるんだ。さて、びっくりさしたろう TV 第1回目の動画でしたが、皆さんいかがでしたか？これからまだまだ標識だけじゃなく楽しんでいただける動画をアップしていく予定です。よかったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。